と、もう一つ、優れたバランス感覚を持っていることでも知られています。ということで、次はこちら。小さな丸太。丸太乗りに挑戦です。この丸太を4つの足で乗りこなしてもらいましょう。じゃあ丸太、ここに設置します。近いですね。カメラの準備はよろしいですか？さて、この丸太乗りに挑戦する猫、自分の出番が楽しみで、ステージのどこかで待っていたようです。皆さん、どこかで猫見てませんか？探してください。どうぞ。あの猫は寝てるだけです。ほら、探してみて。いるじゃないですか。足音近づいてきてますよ。見て見て。ほら、来ました。見てました？ステージ中央の穴から登場。やってきたのはラパーマ。お名前はラパと言います。それでは行きましょう、ラパちゃん。かっこいいバランス感覚を皆様にお見せします。さあ、持って、そう、持って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 、そう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 、もし、もう一回、よいしょ、持って、はい、持って、持って、持って、どうですか、ほら、完璧、素晴らしいバランス感覚、真剣な表情です。かっこいい男、ここまで来たところで、ゴール、頑張りました。何か、なんで笑ってるんですか、なんかおかしかったですか。わかりました、じゃあもう一回行きましょう。今度はこっちです。なんだか笑われていたような気がするので、次も気合を入れていきますよ。ラパちゃん、こっちです。さあ、こっちまで来て、この丸太に乗って、そう、乗って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 、どうですか、ご覧ください。ほら、何回見ても二本足、後ろ足サボってます。乗って、いや、転がして転がして、ここまで来たところで丸太乗りならぬ丸太転がしでした。なんということでしょう。バランス全く関係ありませんでした。丸太片付けちゃいましょう。